ノイエジールの系譜。宇宙世紀0083に勃発したデラーズ紛争において、ソロモンの悪夢と呼ばれたジオン公国運営スパイロットアナベルガトーの上記として混沌とする戦場を駆け抜けた AMAX2 ノイエジールは、宇宙空間での圧倒的な戦闘能力を追求し開発された大型試作モビルアーマーである。このノイエジールは一年戦争時代に拠点攻撃型モビルアーマーとして、その有用性を示した MA-08 ビグザムの機動要塞機能をさらに追求するというコンセプトで開発が進められ、開発計画自体は一年戦争時代から進行していたとされているが、ジオン公国軍の敗戦と小惑星基地アクシズへの撤退を余儀なくされたことで、開発計画は一時的に中止となる。結果的にデラーズ紛争勃発後にアクシズで完成を果たしたノイエジールは、アクシズ先遣艦隊によって地球圏へと搬送され、デラーズフリートへと譲渡される。デラーズフリートが画策した星のクズ作戦終盤に投入された本機は、コロニー落としを遂行する主力機として、高浦機の乗る拠点防衛特化型戦術機動兵器 RX78GP03 ガンダム試作3号機デンドロビウムと激戦を繰り広げている。そんなノイエジールは一年戦争末期にジオン公国軍が投入したニュータイプ専用モビルスーツ MSN-02 ジオングの機体特性を継承しつつ、ビグザムの特徴の一つである機動要塞としての機能を徹底的に追求し、ジオン公国軍が培ってきたモビルアーマー技術のノウハウのすべてをベースに開発されており、脚部を持たない宇宙船仕様に特化したその機体構造は、後年に開発される NZ333 アルパージールへと継承していくことになる。星のクズ作戦とノイエジールの実戦投入。宇宙世紀0079、12月24日、地球連邦軍が敢行したチェンバロ作戦によって、ジオン公国軍宇宙要塞ソロモンが陥落。アバオア空へと撤退するソロモン残存艦隊を追撃するため、地球連邦軍は追撃艦隊を出撃させるが、撤退する友軍のしんがりを務めた、当時、宇宙攻撃軍第302哨戒中隊隊長アナベルガトーの猛攻によって追撃部隊は翻弄され、壊滅寸前にまで追い詰められている。これ以降アナベルガトーはソロモンの悪夢の異名で恐れられることになる。同年12月31日、ジオン公国軍宇宙要塞アバオア空が陥落。アバオア空統一軍総帥直属艦隊司令エギー・ユデラーズは配下の艦隊をまとめ上げ戦線を離脱。宇宙世紀 0080 1月1日、一年戦争が終結すると、デラーズはアクシズへの撤退を拒むジオン公国残党軍と共に艦隊を再編。1月15日、アナベルガトーはガットという偽名を名乗ると共に月面都市フォンブラウンに潜伏し、エギーユの決起に備える。同年3月、エギーユは旧サイド5暗礁中域に軍事拠点となる茨の園を建設し、モビルスーツの開発や偵察、情報収集を開始。8月15日、デラーズフリートを結成すると、各地でゲリラ活動を開始し、翌月の9月17日、ガトーがデラーズフリートに合流を果たす。さらに、同年10月13日には、地球連邦軍再編計画が連邦議会で可決され、10月20日、ガンダム開発計画が進行。運命の年となる、宇宙世紀 0083 1月、デラーズフリートがガンダム開発計画に関する情報を入手し、それから約半年後となる7月30日、星のクズ作戦を立案。来る同年10月13日、極秘裏に開発され、オーストラリアの地球連邦軍トリントン基地に移送された核ミサイル搭載型強襲用重モビルスーツ RX78GP02A ガンダム試作2号機サイサリスをガトーが強奪。10月31日、エギーユが地球圏全域に対して、後にデラーズ宣言と呼ばれる宣戦布告を宣言。11月10日、コンペイ島湾内にて、地球連邦軍の力の誇示と、デラーズフリートをおびき出し、一掃することを目的に開催された地球連邦軍主催の観艦式を、ガトーの乗るガンダム試作2号機が強襲。搭載した戦術核兵器 MK82 によって観艦式に展開していた地球連邦軍艦隊に大打撃を与え、その同日チーマ艦隊が輸送中のスペースコロニー2機を強奪。翌日の11月11日、アクシズ先遣艦隊と接触したデラーズフリートはノイエジールを受領し、強奪したスペースコロニーの1機が地球落下軌道へと侵入。
星の屑作戦はコロニー落としへと段階を進め、その護衛としてアナベルガ島が乗るノイエジールが実戦投入されることになる。ノイエジールを目の前にしたガ島は、その姿にジオンの精神が形になったようだと表現していた。星の屑作戦の本来の目的は、核弾頭を搭載したガンダム試作2号機で管管式を強襲し、それをおとりとして地球へのコロニー落としを敢行。地上における有数の穀倉地帯北米地区にコロニーを落とすことで、地球の食料自給率を低下させ、コロニーからの輸入に頼らざるを得ない状況を作り出すというのがエギー・ユデラーズの狙いであり、目的とされた。この作戦の本質は、一年戦争後もスペースノイドに圧政を強いる地球連邦政府に対してスペースノイドの自治権を拡大させるための作戦であり、さらには一年戦争での敗戦によって苦渋をなめた男たちの屈辱を晴らすための戦いでもあった。宇宙世紀 0083 11月13日0時34分、コロニーは作戦通り地球の北米地区に落下。しかし地球連邦政府はこれを逆手に、全ての元凶はジオン広告軍残党にあると公言し、広告軍残党狩りを正当化するための材料として利用。ジャミトフ・ハイマンの提唱により、地球至上主義の特殊部隊ティターンズの結成を促すという結果を招いてしまう。ノイエジールの機体構造と武装。ノイエジールは脚部を持たないハイスペックモビルアーマーとして、当時のアクシズが持つ全ての技術を投入し完成した機体であり、その性能は宇宙世紀 0080 初頭から中期にかけての水準をはるかに凌駕する性能を獲得している。両肩部に相当する部位にマウントされた大型バインダーは、偏光メガ粒子砲とスラスターを備え、70メートルを超える機体の姿勢制御や急激な軌道変更など本機を支える重要な機構となっており、大型ミサイルの直撃にも耐える装甲強度を誇っている。大型バインダーの内側には、先端に3本爪のクロウを備えたメインアーム、さらに近接格闘専用として伸縮機構を有するサブアームを4機搭載し、サブアームに関しては核シールドとしての役目も担っており、接近して敵機を抑え込むほどのパワーを誇っている。また腰部に搭載されたスラスターユニットはサイドブーストバインダーと呼ばれ、可動機構を有しているため、アンバックシステムとしての機能に加えて、バインダーの先端に配された3機のスラスターノズルによって機動性の向上と、ミサイルランチャーを内蔵したウェポンコンテナとしての機能も有している。両腰部のサイドブーストバインダーに挟まれる形でマウントされた機構がメインスラスターとなっており、両脇にはプロペラントタンクと冷却剤タンクを搭載。胴体部中央に位置するコクピットには、当時ではまだまだ発展途上となっていた全天周囲モニターが試験用として搭載され、コクピット正面、左右、天井部にパネルモニターを張り巡らせた構造となっている。武装に関しては、これらの各ユニットそれぞれに遠距離・中距離の射撃兵装から近接格闘専用の装備まで多種多様な兵装群を搭載。防御面に関しても、機体全体をカバーするアイフィールドジェネレーターを搭載したことによって、火力と防御力を高いレベルで両立させた圧倒的な戦闘力を有する機体として完成している。このアイフィールドジェネレーターは大型バインダーにメインユニットとなる2機が搭載され、テールスカート表面にサブユニットとして2機、合計4機のアイフィールドジェネレーターを搭載している。これらのメガ粒子砲やアイフィールドの稼働を可能にしている機構が機体に搭載された大出力ジェネレーターであり、高機動戦闘と前身に装備された兵装、さらには RX78GP03 ガンダム試作3号機デンドロビウムのメガビーム砲を完全に遮断できるアイフィールドジェネレーターの搭載によって、 MA08 ビグザムを超える性能を獲得。しかしビーム兵装に加えて、各種ミサイル、近接格闘専用の各アームユニット、有線式兵装によるオールレンジ攻撃、特殊な機体構造など、あまりに多くの機能を一つの機体に集約した結果、操縦系統、火器管制は複雑化しており、サイコミュシステムではなくコンピューターによるサポート機能のみとなっているため、パイロットへの負担は非常に大きかったと言われている。腹部中央にはノイエジール最大の威力を誇る大型メガ粒子砲、メガカノン砲を搭載。固定兵装であるため、攻撃可能範囲は機体正面のみと限定的ではあるものの、射程距離の長さと対艦攻撃に適した威力は凄まじく、長距離から放射した際には地球連邦軍艦隊に打撃を与えている。左右の大型バインダーに4機、背部のテールスカートに5機、
合計9機搭載されたビームの変更機能を持つ変更メガ粒子砲は、それぞれの砲門の発射角を調節可能な収束式のメガ粒子砲であり、放射時間も調節可能なため、なぎ払うように敵機を両断する描写も描かれていた。メインアームにはメガ粒子砲の発射口に加えて、コンピューター制御による疑似オールレンジ攻撃を可能にした有線クローアームが内蔵。前腕部を切り離し、内蔵されたワイヤーケーブルとスラスターによって推進する仕組みになっており、有線式ビーム砲やクローアームで目標を握りつぶすといった高度な攻撃が可能となっている。さらに、このメインアームのメガ粒子砲発射口から大型ビームサーベルの展開も可能となっており、サブアームに関してもメガ粒子砲に加えてビームサーベルの形成も可能であったと言われている。また左右のサイドブーストバインダーの裏側には大型ミサイルランチャーが2機と小型ミサイルランチャーが6機搭載され、テールスカート表面には小型ミサイルランチャーが12機搭載。あくまでビーム兵器が主体となるため、ミサイル群は牽制から複数機に対しての迎撃などに有効な効果を発揮した。なお、ノイエジールの型式番号は AMAX2 と AMX002 の2種類が与えられており、いずれもアクシズ製の試作モビルアーマー2機目の機体という意味を持っている。 AMAX2S ノイエジール2、ノイエジールの後継機としてアクシズで開発された大型モビルアーマー。設計思想や基本構造はベース機となるノイエジールそのままに、ニュータイプ専用機としてサイコミュシステムを新たに搭載。武装も有線クローアームから遠隔誘導兵器ファンネルへと変更され、パイロットとしてシャーアズナブルを想定していたため、機体のカラーリングは赤を基調としていたが、肝心のシャーがアクシズを離れたため運用されることはなく、他のニュータイプ候補もいなかったことから生産自体見送られることになる。しかし、ここで採取できたデータは後述するサイコ動画やアルパージールの開発に役立てられたと言われている。 AMA00GR 一年戦争時代、ジオン公国軍宇宙攻撃軍司令ドズルザビ中将がシャーアズナブルに使わせるために開発を進めていた試作型拠点防衛用モビルアーマーがこのゼロ GR である。しかし、ジオン公国軍地球方面軍司令ガルマザビ大佐の戦死を契機に、シャーがドズルの元を離れたため、完成間近で開発計画は頓挫。結果的に一年戦争終結後、アクシズの拠点防衛用モビルアーマーとして完成し、アクシズへと逃げ延びたシャアへと託されることになる。高速移動が可能な機動力に加えて、頭部から胴体部にかけて全身にメガ粒子砲を搭載したことで、戦艦に匹敵する火力とアイフィールドによる高い防御力を獲得している。ここで得られた運用データと開発技術はノイエジールに受け継がれることになる。AMA100 ゾディアック、ネオジオンが地球侵攻を目的に低機動制空用として開発した試作モビルアーマーがゾディアックである。分離合体機構を備えるこのゾディアックは、機体全長が優に200メートルを超える巨大モビルアーマーであり、分離時はゾアン1、ゾアン2と呼称され、大気圏再突入も可能となっている。大型メガ粒子砲やビームカノン、有線クローアームなどを装備していたが、メガ粒子砲の排気箇所に加えて連射した際の冷却機能が追いつかないため、その熱が推進剤タンクに伝導し誘爆するという欠陥を持っていたため、廃棄される予定であったが、地球連邦軍共同体ニューディサイズに前述の欠陥を隠したまま譲渡されている。 AMA100C ゾディアック量産型、この機体はゾディアックの量産化を目指して開発されているため、生産性を重視した小型化と大型メガ粒子砲を排除することで完成に至っている。大気圏再突入能力も有したまま、威力を抑えたメガカノン砲と近接格闘戦用のビームサーベルを装備し、量産型として高性能なモビルアーマーとなっていたが、当時のネオジオンはゾディアックの量産ではなく純サイコミ搭載型モビルスーツの開発を優先したため、設計段階で開発計画は中止となっている。 AMAX4 アハバージール、このアハバージールはアクシズ内部のモビルスーツ開発施設マハラジャカーン記念研究所でグリプス戦役が終結する以前から極秘裏に開発計画が進められていた機体であり、サイコフレームの前身となる精神官能技術を搭載し、未完成の状態で保管されていたアクシズ製のニュータイプ専用試作モビルアーマーがアハバージールである。試験機として開発されたアハバージールは
シャアの反乱終結後に地球圏を漂っていたアクシズの片側に保管されており、アクシズの表面に放置されていた MSN04 サザビーの残骸に記録されていたシャア・アズナブルの ID 認証によって起動を果たす。基本的なスペックなどは謎に満ちており、カラーリングは赤を基調としているものの、外観や装備もまだまだ未完成のため、完成時の状態がどのようなものだったかは不明となっている。機体構造は脚部を持たないという点においてはジオン系の機体と類似しているものの、それ以外の機構は独自の発展を遂げており、背部には大型のスラスターユニットを連結する形でマウントし、姿勢制御を担う尻尾状のテールスタビライザーを搭載。両肩部のバインダーユニット内側にはノイエジールに類似したサブアームが備わっている。武装は腰部中央に搭載された大出力ビーム兵装メガ粒子砲、機体の左右に簡易マニュピュレーターで保持された腕部メガビームライフル、両肩部にマウントされた長距離ビーム兵装肩部メガビームカノン砲、サブアームで保持する近接格闘専用兵装大型ビームサーベル、テールスタビライザーに搭載された遠隔誘導兵器テールファンネルを装備。さらにアイフィールドジェネレーターも搭載しているなど、拠点強襲用モビルアーマーとして開発されたと推察される本機ではあるが、強力な装備の数々を搭載しながらも本機自体が未完成だったため、 RX78KU01 クレベナールとの戦闘で大破したと言われている。 NZ222 サイコ動画。ネオジオンが開発したニュータイプ専用モビルアーマーであり、サザビーと同時期に開発され、本機の設計データをもとにアルパージールが開発されることになる。いわばアルパージールのプロトタイプにあたる機体。ギラ動画。サイコミュ試験タイプがサイコミュシステムの小型化に失敗したため、本機ではあえて機体を大型化させたモビルアーマーとして完成を目指し開発に至っている。これによって機体の重武装化に成功し、腕部を備えるほか、脚部の代わりにブースターとランディングギアを搭載。両肩部には優先サイコミュ式ビーム砲、背部のリアスカートに内蔵されたファンネルを装備している。 NZ333 アルパージール。アルパージールはノイエジールの系譜に位置するとともに MSN02 ジオング、 MAN08 エルメス、 AMX004 キューベレイ、 NZ000 クイーンマンサといったアクシズからネオジオン時代にかけて誕生したサイコミュ搭載型のモビルスーツ、モビルアーマーすべてを参考にし、ネオジオンの集大成として完成させた機体がこのアルパージールである。前述のサイコ動画を試験機として設計された本機の機体全長は優に 100m を超え、戦艦に匹敵する胴体部にはパワージェネレーターと推進機、それに付随する周辺機器で占められており、アルパージール自体が巨大なパワープラントと呼べる仕様に仕上がっている。脚部の代わりに大型のシュツルムブースターユニットを2機搭載しており、燃料を使い切った時点でパージすることも可能になっている。また脚部がないため未完成機のように見えるが、ノイエジール同様アルパージールもこの形態が完成形である。武装は頭部の額部と側頭部に合計6門搭載されたショートレンジ仕様の2連装バルカン砲、頭部の後部に発射口を備え、収束式と拡散式の機能を合わせ持つメガ粒子砲、左右の大型バインダーに搭載された優先コントロール式の5連装ビーム兵装優先サイコミュ式メガアーム砲、腰部のリアスカートに内蔵された大型ファンネルを装備。媒体によっては胸部にアイフィールドジェネレーターと大型メガ粒子砲を搭載しているとする資料も存在している。いずれも強力な武装の数々を装備しており、短期で大多数の目標を殲滅できる火力を有している一方で、近接格闘戦に対して非常に弱く、全身にマウントされた31機のアポジモーターによって巨大な体区をカバーする機動力は獲得しているものの、モビルスーツの高機動戦闘にはついていくことができないという欠点を持っている。そのため優先サイコミュ式メガアーム砲による乱射と大型ファンネルによる死角をなくした戦闘スタイルが基本となり、大型かつ複雑な機体制御、火器管制をサイコミュシステムによって制御しているため、乗りこなすにはパイロットのニュータイプ能力が重要なファクターとなる。またアルパージールの発展型として NZ444 ベータージールという機体も存在しており、ヘッドカバーの大型化に加え背部にブースターを追加装備し、火力も強化された仕様になっている。MSN042 ナイチンゲールの延長上にある機体と言われ、詳しい機体構造や開発経緯は謎とされている。なおアルパージールの読み方はアルファージールではなくアルパージールと呼称される。
デラーズフリートの切り札として星のクズ作戦終盤に投入されたノイエジールは圧倒的な戦闘能力を有する反面、複雑な機体制御、火器管制をコンピューターによるサポートで制御する仕様であり、この扱いづらい機体を乗りこなしたガトーはガンダム試作3号機との激闘、戦略兵器ソーラシステム2の制圧など作戦を完遂させるために、さまざまな思惑が渦巻く混沌とする戦場を駆け抜け、後に続く者たちのために中破したノイエジールで最後まで戦いを続けてみせた。以上、ノイエジールの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。